る高校1年生は落とし込むとすごいと思います。ということで、こちら。難しそうです。うん、そうだと思う。ということで、ガーネットミディアついてね、スタート。ということで、答えをどうぞ。4分のマイナス1プラスルートの。これ熱いね。ということで、解説していきます。どうした？まず、一回全部角度出して、うん。そうね。だから、まずは分かるものを書いていくと、これ丸って結局何度なの？36度。そうですね。なぜなら、ここが2個だから、36足す〇〇〇〇、これが180。これを取ってもらうと、36。読みていきます。次、何が分かる？そしたら、二等辺三角形が ABC の中に2つ。うん、そうね。まず、ここが36度だから、36度。ここが72度ということは、外角の垂直角は72度。これ分かるよね。じゃあそうすると、三角形 ABC もそうだけど、もう一個が三角形 BCD も二等辺三角形。そして三角形 DBA も二等辺三角形ね。ABC はもともと分かってて、BCD は72度の角、DBA は36度です。ってことは、こことここと、ここが一緒だからね。お、ええやん、ここからどうするじゃん。そしたら、相似な三角形が ABC と BCD で相似、うん。いいね。これとこれが相似やもんね。ここで大事なのが、よくできてるんだけど、情報が少ないときは、結構文字置くの大事。そうすると、ここも X やし、ここも X やし。ということで CD が1-X。そう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 。こうやって書いていけるけん。文字よくて大事やね。じゃあ、三角形 ABC、当時、三角形 BCD。それでもいいけど、何対何が何対何って作る。1対X=X対1-X。そうね。なんでこれしようと思ってるかっていうと、どんどん辺を出してるんですけど、ゴールは、サイン18度をください。18度って作るの？36を二等分線。そう、頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分するっていうのが二等辺三角形の性質なんで。ということで、ここの垂線の部分を BH とすると、ゴールはサイン18度がアルファベットで何分の何？ AB 分の BH、うん、AB も1って分かってるから BH 出すことに必死だよね。で、BH って BC の半分だから BC を X と置いてあげようみたいな流れが大事だね。ということで、一生懸命 X を戻ってるわけです。さあ、じゃあこれ、これどうやって作ったかっていうと、対応する部分で言ってください。1対 X ですね。が、X=1-X。対応する辺で作ってます。これを計算すると、X2乗が1-X になって、X2乗+X-1が0と。ただの二次方程式だね。X の方は2分のマイナス1プラスマイナス0と。そうね。X は長さやけん、符号が何？0より1。そうね。なら X=2分のマイナス1プラス0と。もうこれでほぼほぼ勝ちやね。BH が出れば終わりやけん。BH っていうのは、X の半分。だからこれ2分の1かけたらいいから、4分のマイナス1プラス0と。で、よって、サイン18度は、1分の BH ってことで、4分のマイナス1プラス0と。でした。よかったね。はい、いや、ちょっと、なって思った。ということで、皆さんどうでしたか？高校1年生の三角比の関係のテスト前にはできた方がいい問題なんで、よかったら、その時に、一回見たいと思います。